白洲次郎、白洲次郎、白洲次郎、シラスジ1902年2月17日から1985年11月28日は、日本の実業家、貿易庁長官、兵庫県芦屋市出身。太平洋戦争時に、兵役逃れをして生き延び、連合国軍占領下の日本で、吉田主義の側近として活躍し、終戦連絡中央事務局や、 経済安定本部の次長を経て、商工省の外局として新設された貿易庁の長官を埋めた。吉田政権崩壊後は、実業家として東北電力の会長を務めるなど多くの企業役員を歴任した。シラス二郎は1902年、明治35年2月17日、兵庫県向郡政堂村、現、足屋市に、シラス、文平。 吉子夫妻の次男として生まれた。あとに、兵庫県川辺郡伊丹町、現、伊丹市に、建築道楽の父が建てた屋敷へ移した。1914年、大正3年旧制第一神戸中学校、後、兵庫県立神戸高等学校に入学サッカー部、野球部に所属死種のつけられない乱暴者として知られ、当時、白須にはすぐ謝りに行けるよう貸し折常備されて、 いたという。アメリカ社ページオートモビル、パイデオートモビルのグレンブルックを父親から買い与えられて乗り回しており、給油等を同乗させている写真が残っている。神戸市中での成績は中以下で、成績表の素行欄には、やや傲慢や、狂慢、怠惰といった文字が並んでいる。神戸市中時代には、宝塚歌劇団の生徒と恋仲になった。同級生の友人には後に、 作家で文化庁長官となった京泉、他に古典中国文学者の大家として文化功労者になった吉川幸次郎がいる。1919年、大正8年神戸一中を卒業し、ケンブリッジ大学、クレアカレッジに長講生として、留学、西洋中世史、人類学などの授業を長講した。1925年、 昭和3年ケンブリッジ大学を卒業。自動車に端撃し、ブガッテタイプ35やベントレイ3リットル、1924年を乗り回していた。7代目ストラフォード白爵ロバート・セシル、ロビン・ビングと修正の友となり、1925年冬、ベントレイを買ってジブラルタルまでのヨーロッパ大陸旅行を実行している。カメラはライカを所有していた。 シラス二郎が所有していたベントレー3リットルは現在は埼玉県加須市にある和久井ミュージアムに展示されている。また、所属していたクレアカレッジ内にある図書館にはシラスコレクションと称したシラス二郎を記念としたセクションがあり、日本関連書籍が並んでいる。1928年昭和3年神戸市神戸区の地の中央区で 父の経営していた白須商店が昭和金融恐慌の煽りを受け倒産したため、遊学を止め、日本への帰国を余儀なくされた。1929年、昭和4年、英字新聞のジャパンアドバタイザーに就職指揮者となった。白尺、か山愛介の長男、牛二の紹介でその妹、雅子と知り合って、結婚に至り、京都ホテルで過食の点を挙げた。 婚姻届は、兵庫県川辺郡三上町役場に提出されている。結婚祝いに、父から送られた、ランチアラムダで、新婚旅行に出かけた。その後、旧制中学校を卒業という学歴ながら、親の子ネで、セールフレーザー紹介に勤務し、1937年、昭和12年日本食料工業、後の日本水産取締役となった。この間、 商談などで海外に赴くことが多く、中イギリス特名全権大使であった、吉田茂の面識を得、イギリス大使館を自らの常宿とするまでになった。またこの頃、牛場智彦や尾崎秀美と共に、この絵文み丸のブレーンとして行動する。この絵とは、個人的な信仰も深く、奔放な息子、文み高の目付役を押し付けられていたこともあった。 第二次世界大戦勃発の翌年の1940年、昭和15年、東京府南多摩郡、鶴川村農家賀屋、後、東京都町田市農家賀屋の古い農家を購入し、鶴川村が武蔵国と相模国にまたがる場所にあった、ことから武装、不愛想と名付け、政治や実業の一戦から離れて農業に励む日々を送った。第二次世界大戦戦末期に、 成人男子層は鏡の国民兵役召集を受けたものの、地規であり、当時東部軍参謀長であった、辰巳栄一、元中英陸軍部官、陸軍中将、陸士二十七期に頼み込み召集を免れた。これは、兵役召集逃れとして、当時では許されないことであった。同年に、長女、慶子が生まれる。1945年、昭和20年、 東国の宮内閣の外務大臣に就任した吉田の根性で終戦連絡中央事務局終練の参与に就任する GHQ の要求に対してシラスはイギリス仕込みの英語で主張すべきところは堅くなに主張し GHQ 用人をして従順ならざる唯一の日本人と言わしめた昭和天皇からダグラス・マッカーサーに対するクリスマスプレゼントを届けたときに その辺にでも置いてくれと、プレゼントが存在に扱われたために激怒して、仮にも天皇陛下からの贈り物その辺に置けとは何事か、と怒鳴りつけ、持ち帰ろうとして、マッカーサーを慌てさせたと言われる。なお今日、武装層のメールマガジンでは、マッカーサーを怒鳴りつけた男と書かれるに至っては、シラスは筋を通しても、そんな失礼な男ではなかったと言いたくなりますとの、 記述があり、また、占領期の GHQ 関連文書を保管している、バージニア州ノーフォークにある、マッカーサーアーカイブにおいて1945年12月1946年12月の、質問記録、面会予定表、ゲストブックのすべてに、シラス、ジローの名前が見つからない旨を、徳本栄一郎が、月刊、文芸春秋に寄稿しており、このエピソードは、 後年作られた架空話と考えられる。同年には憲法改正問題で佐々木総一教と帝国大学教授に憲法改正の進捗を督促する。1946年昭和21年2月13日松本常治国務大臣が中心として起草した憲法改正案松本案が GHQ の拒否あった際に GHQ 総案マッカーサー案を提示されている。 GHQ 草案の翻訳と、日本政府案の作成に当たったシラスは2月15日に、GHQ 草案の検討には、時間を要するとコートニー・ホイトニーに宛て書簡を、出し時間を得ようとするが、これは GHQ から不必要な地帯は許されないと、言明された。同年3月に修練次長に就任。8月、経済安定本部次長に就任。1947年、 昭和22年6月18日、修練事情を退任した。1945年、昭和20年12月15日、商工省の外局として設立された、貿易庁の長官1 9 4 9年、昭和24年12月1日に就任する。汚職根絶などに落腕を振るい、商工省を改組し、通商産業省、後経済産業省を設立した。 その夏ワンりから、シラス300人力と言われる。同年、日本最大、最新鋭の日本製鉄広畑製鉄所、現在の新日鉄住金広畑製鉄所が、日本側に返還されることになった。シラスは、外貨獲得のために、イギリス企業に売却を主張するも、長野茂雄の反対によって頓挫した。長野は、広畑製鉄所を取れなかったら腹を切る。 将来の日本経済のため、製鉄業を外国資本に任せられるかと単価を切ったとされる。その後、シラスと長野は銀座のクラブでとっくみ合いの大喧嘩となり、長野がシラスの顔を机に押さえつけ、シラスが泣いて土下座して誤った逸話も残る。戦後復興に欠かせない日本最大、最新鋭の製鉄所の外国資本への売却は賛否が分かれるところである。また、 民間航空の再開に際しては、日本企業や政府資本が進めていた言葉通りのフラッグキャリアである日本航空の設立の動きに対抗して、アメリカの航空会社の資本による設立を画策して、日本航空設立に動いていた藤山愛一郎や松尾聖マロと対立した。シラスは、俺はボランティアではないが口癖で、イギリス留学時代の人脈をフルに活用し、 主として、イギリス企業とアメリカ企業の日本進出する際に代理人として手助けし、成功報酬として、制約金額の5%をロンドンの口座に振り込ませていた。広畑製鉄所の売却商談も成功していれば、莫大な富をシラス二郎にもたらしたはずである。シラスは生涯浮き呼ばれした、豪奢な生活を送れたが、その根底には、こうした売国奴と思われても、 仕方ないような行為による手数料収入があったことが挙げられている。1950年、昭和25年、連合国との講和問題で、池田隼人蔵省や宮沢喜一蔵省秘書官と共に、渡米し、ジョンホスター・ラレスと会談、平和条約締結の準備を開始した。1951年、昭和26年9月、 サンフランシスコ講和会議に全権団顧問として随行した。外務省の説明によると、主席全権であった吉田茂は当初英語で演説を行うつもりだったが、日本のディグニティ、尊厳のために日本語でする方が良いだろうとの、米国側からの提案に従い、当日になって急遽日本語で演説することとしたという。しかしシラスの改造によれば、 この時受諾演説の原稿を外務省の役人が GHQ の了解を得た上で GHQ に対するビジネークを並べかつ英語で書いたことにシラスが激怒、講和会議というものは戦勝国の代表と同等の資格で出席できるはず。その晴れの日の原稿を相手方と相談した上に相手側の言葉で書く馬鹿がどこにいるか、と一括、急遽日本語に書き直したのだという。 原稿はあずい公院が手分けしては紙に、毛筆で書いたものをつなぎ合わせた、長さ30メートル、直径10センチメートルにも及ぶ巻物となり、内容には、奄美群島、沖縄並びに、小笠原諸島等の市政権変換が盛り込まれた。しかし、サンフランシスコ条約会議に事務の元締めとして参加した、西村熊尾条約局長は、受諾演説文は、 日英両王国語で作っていたこと、及び、吉田は、英語で演説するつもりだったが、シーボルド大使が、西村熊尾に日本語で演説することを勧めたため、同僚や白州顧問等と相談したところ、皆、賛成であり、吉田にその旨伝えた、としている。1951年9月8日この原稿は、オペラハウスで読み上げられたが、その様子を海外メディアは、 吉田のトイレットペーパーと報じ、朝日新聞の天聖人語は、不思議な巻紙の肝心帳と書いた。1952年、昭和27年11月19日から1954年、昭和29年12月9日まで外務省顧問を務めた。吉田大臣後は、政界医療一部から望む声もあったが政治から縁を切り、実業界に戻った。 吉田側近であった頃から、すでに公社民営化を推進しており、1949年、昭和24年には、日本専売公社が発足している。そして1951年、昭和26年5月には、日本初送電の旧分割によって誕生した9つの電力会社のうちの一つ、東北電力会長に就任した。また、旧電力体制を作った電力を。 電力の鬼、松永安左衛門の指摘、シンクタンク、産業計画会議の意に就任した。就任の同年福島県の只見川流域が、只見特定地域総合開発計画に指定された、ことから1959年、昭和34年に退任するまで、只見川流域の電源開発事業に、精力的に、動きをくただみダムなどの建設を推進し、 また当時東北地方で開発可能な水力の4分の3を有していた只見川の水利券をめぐって古くからの権利を主張して徹底抗戦してきた東京電力に対し当時の野田一建設大臣を説得して水利券を東北電力に切り替えるという長方期的措置を引き出したこれによって東北電力繁栄の基礎が築かれたがこれによりシラスが受けた利権は 大きいと言われる。東北電力退任後は、人脈と利権を活かし、荒川水力電気会長、大沢商会会長、太陽漁業、ゲンマルファニ日,日本テレビ、ウォーバーグ証券、ゲアブスの役員に役門を歴任した。カルイザーゴルフクラブの理事長を務めゴルフに興じたほか、80歳まで1968年型、ポルシェ 911S を乗り回し、 三宅一世のショーにモデルとして出演もした。また、同時期には、没後の1986年1月に発売が開始されることとなった二代目、トヨタ・ソアラのアドバイスなども行っていた。しかし1985年、昭和60年11月に、妻の政子と伊賀京都を旅行後、体調を崩し、いかいようと、内臓疾患で入院。 同年11月28日死去した。墓所は兵庫県三田市の新月院である。妻の政子と子息に残した遺言書には葬式無用戒名不要と記してあった。実は、この遺言書のフレーズは、シラスの父親が死去した際に残した遺言の内容と全く同じであった。そしてシラスの母妃には政子が発案した。 不動明王を表す凡字が刻まれているだけで、戒名は刻まれていない。なお、1987年11月に自動車雑誌、ナビで、シラスの生涯を扱った日本国憲法とベントレー、その後、シラス、ジロの日本国憲法を隠された昭和史の巨人として観光が連載されたこともあり、没後2年を経てにわかにシラスの生涯とその功績が注目されることとなった。 前室のように、シラス二郎についての一時資料は少ないとされる。彼自身の性格によるところもあるのだろう。死の数年前、何日かにわたって古いカバンを持ち出し、中の書類を次々に火にくべていたという。長女の稽古が何を燃やしているのと尋ねるとそれには答えず、こういうものは墓場まで持っていくもんなのさと言って、焼却炉から立ち上る煙をじっと見上げていたという。 第三者によるシラス次郎表を以下に記す。宝塚歌劇団、空組は2008年、平成20年に、霊明の風という題名で、シラスの波乱の生涯を扱った。2月、宝塚大劇場で初演。同大劇場は宝塚歌劇団の本拠地であり、兵庫県宝塚市は、シラス家の出身地である、三田市の隣町でもある。 2から3月は宝塚大劇場で、4から5月は東京宝塚劇場で上演。5月に DVD や CD も発売。シラスを演じたのは同歌劇団理事で戦火の轟優、マッカーサー、山とはるや吉田茂、戦火の名取りりを宝ジェンヌが演じ話題となった。シラスは東方に大きな影響を持ち、本人は フィルム納入等で直接関係を持ち義系、川山牛児は、東方取締役、長男、春正は、元東方党は社長、また前述の通りシラスが、神戸一中時代に、宝ジェンの知り合いがあるフレンドとしたことなど、宝塚歌劇団に対する、様々なエピソードを持ち、劇中でも触れられている部分はある。シラス家は、摂津国三田藩、元、 兵庫県三田市を中心とした地域の受学者の家柄。祖,祖父は白洲、文五郎、祖母は、張間国小の藩、元、兵庫県小野市市柳市のカロ黒石の娘、里子。祖父は、三田藩寿の白洲大蔵、文政12年7月15日、現在の兵庫県三田市、屋敷町にて出生。大蔵は明治維新後は、鉄道敷設などの事業を起こし、一時、 横浜証金銀行の頭取りも務めた。また現在の元町、三宮といった、神戸港周辺の神戸市の都市開発や、神戸ホーム、神戸女学院大学の前身の創立にも尽力した。父、白洲文平はハーバード大学卒業後、三井銀行、金ヶ淵宝石、金棒、弦、暮らしを経て、綿棒駅で巨万の富を築き合法来楽な、人柄で、 知らす将軍と呼ばれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。